相談工業高校からプログラマーになるなら就職進学工業高校の情報技術科です僕の夢はプログラマーになりたいのですがまだ1年生で進学や就職についてよくわかりませんこんな職業にはこんな人が向いてるいやこの職業は進学してから行くべきなどあれば教えていただけませんか読者の方から相談メールをいただきました同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介しますプログラマーにはこんな人が向いてるプログラミングが好きな人がプログラマーに向いてます IT 企業って求人が多いのでプログラミングが好きでもないのにプログラマーやってる人が結構いますそういう人ってプログラミングに興味がないのでスキルが伸びません IT 技術って常に新しい技術が開発されているので興味がない人にとってはしんどい仕事です逆に技術が好きな人にとっては一生学び続けることができる素晴らしい職業です就職をは進学プログラマーになることだけが目的であれば高卒でも十分可能ですただ企業の中には大卒しか雇わない会社もたくさんあります それに、大学でコンピュータサイエンスを本格的に学ぶことでプログラマーとしての可能性を広げられます。普通の IT 企業の普通のプログラマーになるだけであれば、アカデミックな IT 知識は必要ありませんが、先端企業で研究開発するような職の場合、コンピュータサイエンスの学位や博士号、あるいはそれに相応する知識水準が要求されることもあります。大学でコンピュータサイエンスを学んでおくことで、こういった職業に就くチャンスも広がります。あと、大学って楽しそうじゃないですか私は専門学校卒なので大学生の生活に憧れがあります。 そういうことも含めて進学するか就職するかを総合的に考えたらいいと思います。